サヤリンが味噌食べ放題行きたいって言って、そう、お互いマジで食べるんですよ。お互いめっちゃ食べるので、この前っていうか、もうすんごい前、ほんと1年以上前に串カツ行ったんですよ。確かまだマスクをしてない時代、マスクをしていった記憶がないので、みんなもマスクつけてなかったので、マスク、そうだね、本当にマスクをみんながまだしてない時代に行ったんですけど、そう、串カツ行きたいねってなってなんだっけ、串なんかありますよね、串カツのお店。私はさやりんは私なんとか食べるって言ってた、なんだろう、田所さん、ハートかばきつさん、バラありがとうございます。串カツというか串山のこと、いや違う なんだろう、あのもういろんな串のやつがあるとこ、あのもうほんと串に食べ放題で何円って決まってて、何時間って決まってて、そう、自分で作るとこ、なんだっけ、所さん、ハート、あんさん、だるま、ありがとうございます。あさって16巻発売です。何の16巻だろう、え、待って、あ、びっくりした。あさってはワンピースが発売ですね、確か。新刊。いつよりいっぱい食べる。そうそう、サヤリンはね、結構食べる。6月4日、ほらね、99巻。99巻が発売されるんです。やったね、4日、公演の日じゃん。公演あれだな、そのために公演頑張ろうかな。いや、公演に買っていこうかな。帰りに読めたらさ、嬉しいですよね。雪平さん、ハート、田所さん、ハートありがとうございます。99巻すごい、本当に。だから本当、小田さんもね、いつも小田さんは書きたいものが多すぎて、いろいろ書きたいものがどんどん増えていくらしくて、いつも2ヶ月3ヶ月後ぐらいに発売されるので、だいたい9月かな、9月の4日とか3日とかに多分100巻が発売されるんではないでしょうか。串カツというか、なんだろうな、あのいろんな、なんかもう卵もあるし、エビもあるし、ちょっとスイーツ系のやつもある。なんかドーナツみたいなやつをチョコファウンテンにつけて食べました、確か。カイザーさん、バラありがとうございます。あ、絶対バレンタインだ、バレンタインですね、絶対バレンタインだから、チョコっていうか、あのいちごのチョコのファウンテンもあって、
どころさん、ハート、和俊先生さん、だるま、ありがとうございます。そうそう、で、いちごチョコのやつもつけましたね。もう超可愛かった。スイーツ食べ放題って言った。スイーツも食べ放題、なんて言うんだろう、串も食べ放題だし、スイーツも食べ放題みたいなお店行きました、確か。富山県警さん、ハート、ありがとうございます。そう、そうなんです。今日はちょっと30分ぐらいで終わりたいんですけど、ワンピースっていつも全巻っていうか、その前の巻から読まないとつながりがってとこで、結局次99巻ですけど、次99巻なんですけど、97巻くらいから読みますね、いつも。長尾さんの T シャツ買いました。あれはもう本当、私めっちゃ大好きなんですよね、あれ。そう、そう、おさらい的な。まよさん、フラワーシャワーありがとうございます。いや、今日はですね、今日は領域展開は変わらない、領域展開呪術廻戦ですね、私でまだ買ってないんですよね。でも東京リベンジャーズが欲しくて、呪術廻戦もいいんですけど、串屋物語なのかな、なんか串、なんかもうちょっと簡単な名前だった気がするんだけど、そう、串カツ、串カツ安い店、めっちゃ安かったんだけど、串カツ、うん、串カツ、串カツだっけ。フォーティエットタイムズ会員になってセブ島も買おうと思ったらできてました。あらまあ、あらまあ、串揚げ、串揚げかな、確か。いや、でもさやりんは結構いろんなとこ行ってますね、二人で。そう、前にどっかなんかに、なんかを目当てに行った時も、ピザ
ピザとかパスタがめっちゃ置いてあって1100円ぐらいでもう食べ放題のところがあったんですよ。もうあの普通のピザもあるし、めちゃめちゃ美味しいパスタも3、4種類あって、でお野菜サラダバーもめっちゃあって、あとはあのチョコなんかピザのスイーツ版みたいな感じで、ピザのこうピザがあってチョコがバーってなってて、マシュマロ乗ってるやつとか、チョコになんかチョコっぽい感じのチョコになんかチョコオンチョコみたいな感じで あったり、シェイキーズではなかったけど、あーシェイキーズかな、わかんない。そうめっちゃ美味しかったんです、本当にめっちゃ美味しかった、最高でした。リサは絶対誘いに乗ってくれるって、本当お互いね、え行こうやとか言って秒で行っちゃうので、そう串揚げ串揚げ物語だな多分、はい、自分で揚げるやつ。何が一番美味しかったかな、うちでもささみをめっちゃ食べましたね。ささみめっちゃ美味しくて、ささみめっちゃ食べた。そう、あとはポテトも食べました。あとは何食べたかな、でもいろんなやつ食べましたね。日本では一般的な朝食の価格はいくらぐらいするの？ピンからキリまでありますが、安いところはめっちゃ安いところは400円とか300円食べれるとこもあるし、500円ぐらいかな、だいたい500円で安いぐらい、500円、どんぐらい、500円とか600円とかじゃない、多分。しゅんごさん、フラワーシャワーありがとうございます。田所さん、ハートありがとうございます。ささみね、あの私鶏肉が大好きなんですけど、めっちゃ美味しかったです。多分それぐらいだと思う、500円とか600円とか。変わったメニューある？なんだろう、ベイさんさん、初見ありがとうございます。こここんばんはこんばんは、みゆさんこんばんは、やっほー久しぶり。あとたこ焼きめっちゃ美味しかった。たこ焼きねあったんですよ確か。でたこ焼きってなって、え絶対揚げたこ焼きおみゃーじゃんってなって、そうそう、ああとね炊き込みご飯とかカレーもあるじゃないですか、串揚物語って。確かそうで、カレーも全然食べたし、お茶漬けも食べようでって言って、お茶漬けも食べた記憶がある。そう焼きそばとかもいっぱいあったんですよ、ほんと。あめっちゃエビをリピートしてました私。カレーとかもあった気がする、カレーとか、あとね今ねなんか吉山の方で行ってきましたみたいなサイト見てるんだけど、カレーもあったし、白ご飯もあるから普通にカレー食べれるし、そうだからそれに乗っけてあのカツカレーでもできますしね。覚えててくれたの、覚えてるよ。そう私はもうお肉をねめちゃめちゃ食べる方ではないんですよ、あの肉の香りがちょっと苦手で。けどささみなんて言うんだろう、鶏肉は好きなんです。
カレーでお腹いっぱいになるのを避けたい。確かに。あとね、サーモンとかもありましたね、確か。あ、そう、たい焼きありました。たい焼きありましたね。そうそう、たい焼きあって、え、たい焼きとかあるんだけどって言って。そう、あ、あとチーズちくわをめっちゃ食べてました、私。私というか2人。チーズちくわっていう、あの、チーズにちくわが入ったやつを、こう一口サイズに切ってもらあくれてるんで、それをねあげるんですけど、もうあの中のチーズがといい感じにとろけるんですよ。だからめっちゃ美味しい。あとイカも食べた、めっちゃイカ超美味しかったです。バラエティーに食べ過ぎ、間違いない。ちょっと串屋物語行きたいな、またいつか。そう、やばい、たい焼き食べたい。そう、たい焼きをね、あげることもできるんです。そう、私はエビとささみとたこ焼きとチーズちくわとかをリピートしてました。イカもイカも、ほんと。インスタストーリーにあげてたイベントのサイトの方にはあげないの。今ね、チャレンジのやつを載せようかなと思ったけど、いつから開始しようかなって思ってて、そう、ちょっとチーム、本当はもう今日からとかでもね、全然良かったんですけど、そう。エビは最高ですね。たこ焼きあげたらカロリーやばい。たい焼き、そう、揚げたい焼きもできるし、今日は夕食がまだなんですが、もうどうも冷蔵庫回ってしまいそうでもあります。それはでもお腹空いたからさ、食べちゃいますよね、普通に。私も食べちゃうんですよね、全然夜中に。そう、全然食べちゃうんですよね。明日たい焼き食べる。たい焼き美味しいですよね。私あの栗じゃない、芋あんがめっちゃ好きです。お芋、金時芋がめっちゃ好きなんですけど、そう、あんこはね逆にあんまり食べれなくて、たい焼き頭から食べる、尻尾から食べる、あー、どっちだろうな。でも尻尾かな。金時芋がいっちゃん好きですね。そう、あとはでもチョコとかある店舗とかはチョコも好きです。そう、抹茶あんとか出したら絶対売れるのになとか思いながら、いつもたい焼きを食べるときは買ってます。
抹茶あんとかさ、抹茶クリームたい焼きとかあったら絶対おいしいのになと思って、もうほんと店舗に、店舗のそのお店の人に、ちょっと抹茶あんのやつとか抹茶クリームのやつ作ってくださいって言いたいぐらい。カスタードもおいしい、わかる、カスタードっておいしいよね。スーパーで最近売ってる、最近売ってる焼き芋、たまに売ってる。あー確かに焼き芋ってさ、冬に買いたくなりますよね。抹茶あんたい焼きはあったら反則、え、そうですよね、ほん絶対美味しいと思う。そう、絶対美味しいんですよ、 100% 美味しいんですけど、そう、期間、季節限定で抹茶売ってるたい焼きあり、うっそ、ささぐりわかる、あそこのたい焼き屋さんはいろんなある、あーささぐりわかります、泳げたい焼きくんの頃はあんこいた子だったね、泳げたい焼きくん、名前聞いたことあるけどわからなー。田所さん、ハートつむずかじさん、バラありがとうございます。むっちゃんまんじゅうしか勝たんでしょ、でも福岡はむっちゃんまんじゅうってなんであんな美味しいの、福岡のまんじゅうって言ったら、100% じゃ済まない、 1000% はもうほんと間違いない。あのたい焼き屋さんやってる方この中にいたら、ぜひ抹茶売ってください、もう 100% 売れると思います。年取るとよく芋を食べる私も芋めっちゃ大好き。佐賀的なスイーツございますか。佐賀的なスイーツ、やっぱブラックモンブランでしょう。アイスまんじゅうも福岡の会社の、そうそうそう、アイスまんじゅうも福岡ですね。そうなんです、ブラックモンブランって佐賀の会社、そうだよ。竹下製菓さんっていうアイスの、アイスを竹下製菓さんが作ってらっしゃるんですけど、もうね、竹下製菓さんのアイス本当に美味しいから、ちょっと食べてみてほしい。佐賀に来た時とか、駄菓子屋さんとかにね、めっちゃ売ってましたね。駄菓子屋さんも最近は行ってないわ。でも地元の駄菓子屋さんってね、いいよね。大観さん、ハトありがとうございます。ハトちゃん、レフさん、フラワーシャワーありがとうございます。こんな時間に甘いもの食べたさがマックスなのが、私はこんな時間に甘いものが食べたくなったら干し芋を食べます。干し芋って焼き芋の味する、まあするじゃないですかするじゃないですか、もうそりゃそうか、芋だからね。焼き芋の味するのに体にもいいし、そう、
めっちゃマジ、おやつにご飯になるの。確かに。もうほんと、お昼ご飯とかに食べちゃいたいよ。茨城でね、何にも買えなかったんですよ。そう、欲しいも美味しいですよ。駄菓子屋さん最近見ないね。駄菓子屋さんね、いいですよね。駄菓子屋さんに小学生の子たちがこう、なんて言うんだろう、買いに行ったり駄菓子屋さんに溜まってる風景がめっちゃ好きなんですよね。だからそれはもうなんか未来まであってほしいなって思う。ずっとなくならないでほしい。って思いますね、私は。最近に干し芋売ってるよ。いやでもね、干し芋ってすごい美味しいものから、そう、百均はな、どうなんだろう。私パサパサした干し芋は苦手なんですよね。そう、のっちさん、ハート、田所さん、ハートありがとうございます。そう、ちょっと古い駄菓子屋さんが好きなんですよね。そう、たまにイオンモールとかに駄菓子屋さんあるよね。ついつい入ってしまう。わかります。なんか古めのさ、駄菓子屋さんあったらさ、なんか寄っちゃいたくなりますよね。東京に丸ボール売っとらよね。あー、でも九州のアンテナショップとかなら売ってそう。あとはもう今はね、ネットで取り寄せられる時代なので、ちょっとぜひネットで取り寄せてみたりしてみてください。はい。ひたすら喉が渇くだけの欲しいもあるね。そう、本当にそう、本当にそう。ひたすらなんか、なんだろうな、なんかしっとりしたやつが好きなんですよ、私。そう、しっとりした、ちょっとなんて言うんだろう、ねっとり系の、しっとり系のやつが好きなんですけど、たまにね、パサパサ系のが好きって方もいるじゃないですか。そのパサパサ系のを欲しいものにしたやつが、ちょっとね、苦手かな。あ、そう、さつまいもを乾燥させたものが欲しいものなんですけど、めっちゃ美味しいので。いや、ほんと栃木の、栃木じゃない茨城の欲しいも、欲しいもってコンビニある？あ、あります、あります、あるけど、なんて言うんだろうな、ねっとり系が好きな方は紅はるかって書いてあるやつが一番美味しいと思う。保存食のラーメンはやっぱりうまかっちゃん。いや、もうそれはそう、うまかっちゃんしか勝たんです、私。そう、だからチキンラーメンとかも普通にあんま食べないんですよね。チキンラーメンも食べないし、カップラーメンもあんまり食べない。醤油味とか醤油系でも、なんかミニちっちゃいラーメンあるじゃないですか。ちっちゃいラーメンは醤油も結構食べるんですけど、やっぱでも豚骨しか勝たんよな。サイレントディームーンさん、ハートありがとうございます。うまかっちゃん、高菜味大好き。高菜味美味しいですよね。そう、ちょっと辛いからアレンチーズ入れたらめっちゃ美味しいんですけど、まあ、あの、カロリー、高カロリーになるのでね、気が向いたら皆さんやってみてください。あれにちょっと辛くしようかなと思って、一味とか入れて、その上にちょっとチーズをこう、チーズを、私はとろけるチーズなので入れるんですけど、たまに
ほんとちょっと頑張った時にやってくださいね。めっちゃカロリー高いから。そう、まかちゃん1個じゃ足りない。あーでも確かに確かに、まかちゃんスープにライス入れて食べたらうまい。もうそれはね確定なんですよね。もうほんと確定質ですよね。あれは美味しい。フォーラーメン、まかちゃんちじれ、そうなんです、ちじれ麺なんですけど美味しいよ。でも最近関東のドンキに売ってある子、売ってある風景を結構見るんですよ。そうだからドンキホーテとか行ったらワンチャン売ってるかもしれない。いっちゃんさんハート、シュウさん、おおなんだこれ、ハスの花かな、かな、ありがとうございます。探しの方だってありがとうございます。ラーメン好きなの、もうラーメンで育ってきてるんでね。なんなら好きとかのレベルではないよね。でもエイトメンは結構ラーメン好きなメンバー多くて、あのそのラーメン美味しかったよ、えお昼行こうよ、え行こう行こうって言ってラーメンに、みんなどこ行ったの、ラーメン食べ行ったってこと多いね。そう、どのメンバーに聞いても多分あああるあるって言うと思うけど、エイトメンは割とラーメンを食べに行く、集まって。サイレントイムさんハートありがとうございます。うんと、俺もドンキでうまかちゃん買いようよ。確かに一蘭もねよく行ってます。そう、一蘭もラーメン、この前ランちゃんが美味しいって言ってたところに連れて行ってもらって、めっちゃ美味しかったよっていうイメージ。じゃあツイッターの動画見てもらえたかな、いのちゃん。あそう、あれなんて調べれば出てくる、私の名前とか調べてみたけど出てこなくて、よければもう一回インスタに載せてほしい。ゆうなちゃんとか、ゆうなちゃんはもうほんとラーメンめっちゃ食べるよね。あとよこちゃんもラーメン行くね、ラーメン食べたいって言ってるイメージ。あとランリー、ランちゃん、ランちゃん、ソヨリンダルマさんハートありがとうございます。ゆきやさん、フラワーシャワーありがとうございます。え、この前一蘭のあのなんかなんだっけな、豚骨じゃない、なんて言うんだろう、豚骨じゃない、なんか豚骨じゃないけど豚骨ラーメンみたいな、鶏で作った豚骨ラーメン、そうなんか一蘭の特別な店舗みたいな、そう店舗がね特別なとこがあるらしくて、偶然入ったのがそこで、え、なんかいつものやつと違うねってなったんですよ。でよく見たらそのなんかなんて言うんだろう、鳥なんか宗教上ね、こう宗教上食べれない、豚が食べれない方とかも食べれるように豚骨ラーメンをね食べれるようにってことで、鶏で作った豚骨ラーメン、そう鶏ガラベースだかと思ったらしっかり豚骨の味がして、これどうやったんだろうねってみんなで言ってた。
そう、ちょっと調べてみてこれさ、一蘭一蘭一蘭ね、うん、なんかちょっと変わったところだ。あ、これ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 、100% 豚骨不使用ラーメン、西新宿店かな、多分その辺だった気がする。そう、ちょっとその辺に用事があって、で一蘭食べたいってなって、なんでか、そう、まあ、その前日にね、一蘭を食べたいねって話してて、もう一蘭めっちゃ食べたいってなったんで、近くのラーメン、近くの一蘭に寄ったんですけど、ここだった、偶然ここで、めっちゃ美味しかったんですよ。でもそう、そうそう、めっちゃ前だけどね、味を忘れつつあるんですけど、普通に美味しかった。あとね、なんだっけ、チャーシューも豚じゃないですか、だからチャーシューも食べれないってことで、チャーシューなんか牛野郎っていう、牛野郎っていう、あの牛肉、牛バラを柔らかく煮込んだっていうやつもついてくるっていうか、こうあるんですけど、それもめっちゃ美味しかったんですけども、その牛野郎はね、あの博多の店舗の方がね、考えてる時に、その本部の方からかな、考えてる時に、豚じゃなかったら何になるっちゃろうってなって、いややっぱ牛野郎って言った、牛野郎にしたらしいです、名前をって書いてあった。でまんまやんって言いながら食べました。牛骨ラーメンなら OK の、多分ね、宗教上は大丈夫なのかな。つけ麺はどうなの、つけ麺もね、美味しいっていうか好きです、うち。つけ麺もね、美味しいよ。そう、ノリで決めたっぽい。サトシさん、フラワーシャワー、なるちゃう、懐かしい、なんとかちゃろ、なんとかやけん、丸亀製麺ね、安いですよね。ウエストのゴボテンオブのあれはもう最高ってことで、ちょっとランキング見ます。すがじいさん、花束。いっちゃんさん、花束。ありがとうございます。ありがとう。油そばとか混ぜそば食べる？この前じゃない。この前かな？いつだったっけ？忘れたけど、ラーメンを食べて、その時に油そばかな？って、もう食べた気が、いや、ラーメンだったっけな、しっかり。なんか、そう、そのランちゃんが教えてくれたラーメンにランニが連れて行ってくれて、みんなで言ってても3人だけど4人かな、何だっけ、タオいなかったか、セリちゃんとランリーと私かな、かもう一人いた気がする、もう一人タオちゃんいなかったっけな、
多分その辺でね行ったんですけど、そうつけ麺が美味しいお店あるよって言って、何にがラーメンとつけ麺めっちゃ美味しいからって言って、でねラーメンと、私はラーメンにして、セリちゃんはつけ麺にしてましたね。めっちゃ美味しかった。油そばって何が違うんだろう。油、うん、何が違う。やしらはし、間違いない。ごめんね、こんな時間に。こんな時間にも程がある。もうだって24時だよ。ということで、ランキング見ます。13位。ケンさん、ありがとうございます。12位、横湯さん、ありがとうございます。11位、シュンゴさん、ありがとうございます。10位、サイレントディムーンさん、ありがとうございます。9位、いっちゃんさん、ありがとうございます。8位、ツーリンダリマさん、ありがとうございます。7位、MT ジョルノさん、ありがとうございます。6位、ヨンミンさん、ミスさんは、ありがとうございます。5位、ユキヒラさん、ありがとうございます。4位、ダイカンさん、ありがとうございます。3位、おのえさん、みさこ、最高、ありがとうございます。2位、トコロさん、ありがとうございます。1位、つむじかずさん、ありがとうございます。そう、てな感じですね。そう、なんだっけ。ガールズセレクションのチャレンジはですね、チャレンジはこういうチャレンジをやりたいんですけど、こういうチャレンジをやろうと思ってるんですけどね、そう本当は今日からやろうかなって思ったんですけど、ちょっとチーム B 公演も、チーム B 公演にちょっと集中したくて、そう B 公演がね大変なんですよ。もうね全部自分で覚えなきゃいけなくて、そうみんな、あとみんなと合わせられるのもね当日だけなんですよ。だから本当に緊張するし、ちょっとそれも頑張らなきゃいけないのでね、どうしようかなって思ってます。5日から始めるか、11日からイベントが始まるんですけど、イベント始まりとともにやるか迷ってます。そう、その TDC のやつもねすごい大変なんですよね、割と。だからぜひ、ヒクさん初見ありがとうございます。チーム B って雰囲気いいね。本当に私もう永遠チーム B がいい。本当にもうね、みんな優しいし、みんな頼れるし、もうみんなふわふわしてるから、いや居心地いいのかな。うん、ってことで、そうチーム B 公演、ひなこのですね、ひなこの生誕祭が4日にあるんですけど、その時にですね、初めて8人公演に出させていただきますので、皆さんオンデマンドで来てください。オンデマンドや会場に来てくださる方はこちらで。ふわふわしてるのキャプテンからの伝染だな。いや、みんな各がふわふわしてるんですよ。ふわふわしてること、マイペースなことをが揃ってるので、本当にもう居心地がいいかな。初8人公演です。頑張ります。それではお楽しみに。ということで、4017人の皆さん本当にありがとうございました。待って、変わってるわランキング。
13位、しゅんごさん、ありがとうございます。12位、サイレントディームーンさん、ありがとうございます。11位、ユーワットさん、ありがとうございます。10位、ツーリンダルマさん、ありがとうございます。9位、MT ズルナさん、ありがとうございます。6位、違う。8位、ヨミさん、ミスさんは、ありがとうございます。7位、スガジーさん、ありがとうございます。6位、ゆきひらさん、ありがとうございます。5位、大観さん、ありがとうございます。4位、田所さん、ありがとうございます。3位、あのやさみさん、最高、ありがとうございます。2位、いっちゃんさん、ありがとうございます。1位、つむじかぜさん、ありがとうございます。それでは、4111の皆さん、本当にありがとうございます。さあ、それでは終わりますね。バイバイ、ありがとうございました。明日は朝配信するかもしれませんので。また後でお披露します。ということで、バイバイ、ありがとうございました。